おはようございます。小中です。今日は南東にあるインテックス大阪で関西物流展2019が開催されて、今日最終なんです。最終日、はい、それでね、本当なんか僕はここのブース、ロジスティックトゥデイさんのブースに来ています。はい、ということで、ロジスティックトゥデイさん、どうぞ行きましょう。はい、物流のニュースサイトを運営していまして、インターネットで誰でもご覧いただけるということで、最新の情報がいつでも無料で見れる。でしかも、テキストの記事だけじゃなくて動画も見れますので、ナッカさんの動画が見れるという感じになってます。そうなんですか。テキストとかそういうのもあるけど、ネットでも動画でも配信してるという。そうですね、 YouTube チャンネルも実は、はい、ゲストを登壇してもらった動画なんかもアップしてたりとかしてます。はい、そうですね、こういうネット見て分類の業界知ってもらえたらということですよね。はい、ということで今日は僕ここ関西物流展の、セミナーに僕ゲスト出演することになっています。時間は14時から出演になってますので、お時間よければ、参加は申し込んだ方だけなんですよね。まあそうですね、ただなんか立ち見も行けるとかっていう話ができるんで、来て立ち見が入れたら入れるんですか。ということで、もしよければ見に来てください。はい、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。